いくら抵抗しようと何も変わらない。お前たちに勝ち目はない。そろそろ消えてもらおうか。そこまでだってばよ。ナルト。いいタイミングだ。お待たせしました。大丈夫ですか？ああ、なんとかね。で、救援に来たってことは完成したのか？いえ、まだ5割程度です。けど、まあ見ててください。以前のナルトとは別人ですよ。こっからは俺がやる。ちょっと待ってよ、ナルト。あんた一人じゃ危険すぎるって。確かにな。この状況、今は5対1だ。危ない橋を渡る必要もない。カカシ先生。うん？確かにチームワークは大切だ。それは分かってる。でも、今俺は、その危ない橋を、一人で渡りたいんだってばよ。向こうへたどり着けなきゃ、俺はいつまで経ってもガキのままだ。その橋を、外すようなことはしないでくれ。ヤマト、お前はどうだ？カカシ先輩はまだ見てないですよね。以前のナル…決まりだな。行け、ナルト。押す。暁は俺がぶっ潰してやる。任務開始。バカな奴だ。束になってかかれば勝機もあったろうに。てめえなんか俺一人で十分だ。ヒューイの人中力が相手だ。用心して損はないか。正々堂々勝負しやがれ。俺は用心深いたちでな。念には念を入れさせてもらう。それなら僕がナルトに加勢する。いや、今はナルトに近づかないであげてくれ。近づくと真実の巻き添えを食らうかもしれないからね。真実がうまく決まってくれればいいが。攻撃力は桁外れなんですけどね。結局ぶっつけ本番とはナルトらしいな。しかし自分から駆られに来るとはな。俺はこんなとこで立ち止まってるわけにはいかねえんだ。ナルトってこんなに強かったっけ？まるで子供だまし。話にならんな。そう簡単に倒せる相手じゃないよ。気をつけて。この勝負、真実の成功にかかってるな。あっちは近接戦法がメインか。ではあれで迎え撃つか。
ここでは少し手狭だな。仕方がない、場所を変えるか。待ち上がれ。俺は用心深いんでな。九尾の人中力にはそれ相応の姿で挑んでやる。姿が変わったからって関係ねえ。ぶっ飛ばしてやる。どこ見ているノロマン。どこ遠距離型にスイッチしたか。接近型のナルトにとって最悪ですね。資格をついて接近戦に持ち込むしかないか。ノロマン。加減神の術。人中力は生け捕りが鉄則。心臓を奪えないのは残念だ。心臓を奪う。俺はそうして生きながらえてきた。初代ホカゲの時代からな。どこ見ている。どこ見ている。てめえら暁は俺がぶっちめす。当たれ真実で決めてやるってばよ。恐ろしいガキだ。やはりここで潰しておく。ノロマン。どこを見ている。意外だな、こんなガキがここまでやると。様子見はねえ。鼻から全力だぜ。後ろ。なるほど、人中力は化け物揃いということか。どこを見ている。ノロマン。恐ろしいガキだ、やはりここで潰しておく。ミスよね。鼻から全力だぜ。月は俺がぶっちめす。ラペンガン。どこを見ている。後ろ。盗みはねえ、鼻から全力だぜ。当たれ真術で決めてやるってばよ。勢いだけで俺を倒せると思うなよ、九尾のガキ。烈風の効果。てめえら暁は俺がぶっちめす。で決めてやるってばよ。後ろ。当たれ末恐ろしいガキだ、やはりここで潰しておく。
なるほど、人中力は化け物揃いということか。てめえら暁は俺がぶっ潰す。勢いだけで俺を倒せると思うなよ、キュービのガキ。なるほど、人中力は化け物揃いということか。真実で決めてやるってばよ。ノロマン、てめえら暁は俺がぶっ潰す。勢いだけで俺を倒せると思うなよ、キュービのガキ。レッドの豪華、真実で決めてやるってばよ。分身だと。よし、フートン、螺旋手裏剣。攻撃回数が桁外れだ。あれはシャリンガンでも見切れない。ナルトは本当に強くなってきた。俺を超えるくらいに。感じてるか、ナルトの目の先にいるお前が、ナルトをどんどん強くしていってるんだよ。なあ、サスケ。先輩、そろそろ。ああ、そろそろ世代交代の時代ってことか。Thank you.
こんなとこにいたんすね。つか、出歩いてていいんですか。鹿丸。将棋の相手がいなくなったわね。あなたはアスマの一番のお気に入りだったから、寂しくなるでしょ。大切なことから、くだらないことまで、いろんなことを教えてくれたんすよ。俺、めんどくせえって、だだこねてたから。ガキの頃、そのせいで失敗ばっかして、その度、アスマに守られてばっかで。それでかな。つかみどころのない変な先生だったけど、俺にとっちゃ、むちゃくちゃかっこいい大人だった。今度は俺の番っすよ。その子が生まれたら、今度は俺がその子を守る師ですから。かっこいい大人にならねえと。ありがとう。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、木の葉を担うこれからの子供たち、それが玉だろ、アスマ。俺の火の意志、お前に託したぞ。はあ、しっかり受け取ったぜ。受け継がれる意志、それは何よりも尊く、重く、そして温かく、幾度も幾重にも意志は受け継がれ、まさに一つのつながりとして未来永劫を残されている。少年はつながりを受け止め、再び道を歩き始めた。そして時同じく、つながりを断ち切るべく動くものあり。闇に心を奪われし復讐者、蛇の巣穴で力を蓄え、ついに羽ばたきの時を迎える。